名古屋ドームです。セ・リーグ公式戦、中日ドラゴンズ対阪神タイガースの10回戦です。解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ西さん、今日のゲーム見どころはどのあたりでしょうか。そうですね、やはりドラゴンズの打線ですよね、はい。まあ、相手は連打を浴びても動揺するタイプのピッチャーではないですから、足や小技を生かしてでも何とかして塁に出ていきたいですね。タイガースがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ、簡単に打たせてくれる相手ではありませんが、何としても攻略しなければなりません。サニさん、最後の攻撃ということになりました。まあ、厳しい展開であることに変わりはないんですけどね。まあ、なんとか巻き返してほしいですよ。チャンスを作り出すかどうかを注目したいと思います。見逃し三振、ワンアウトです。バッターボックスには2番アラ、前の打席ではファウルを選んでいます。藤川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ、守護神藤川がドラゴンズ打線の前に立ちはだかります。まあ、ピッチャーがいいですからね、どう攻略するかですよね。そうですね、簡単には打たせてくれない相手なんですが、なんとか意地を見せたい。バッターボックスは3番ルナ、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトになっています。ツーアウトながら2点差、ワンチャンス。バーッと当ててしまいました、デッドボール。完全にすっぽ抜けてますね。バッターは4番和田、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。デッドボールのランナーが出ています。2球目打ちました、ヒットになった。ファーストランナー、セカンドバーで三塁に向かう。今日もマルチヒット、ツーアウトランナー三塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには森野が入ります。さあ、ここは追い上げておきたい場面。ここからの反撃を信じて、まずはこのランナーを返すことですね。なるほど、そうですよね。ここからは確実に狙っていきたい。わずかに外れた。バッターボックスの森の今シーズンの得点圏打率は2割4分3厘となっています。ちょっと寂しい数字ですね。クリーンナップを任されていますからね、ここはクリーンナップの責任を果たしてくれると思いますよ、はい、外れてフォアボール。フルアウトから逆転です。初球はストライク、ストレートが決まっています。ここからは確実に狙っていきたい。ここは見送ります。ファウルです。ここは見ます。さあ、前にボール、危なかった。試合終了。デッドボールをきっかけにここまでピンチになって、ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。西さん、最後まで粘りを見せていたんですが、残念ながら敗戦となってしまいました。まあ、いい試合でしたけどもね、もう一息でしたね。そうですね、明日に期待しましょう。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。